ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうの日本語ポッドキャストのお時間です皆さん元気にしていますでしょうか今日は2023年1月9日にこのポッドキャストを撮っています皆さん元気にしていますかはい僕の方はですねおかげさまで元気になってきましたようん喉もいい感じでね今日は元気よく皆さんにポッドキャストが届けられるんじゃないかなと思っておりますはい なんだけどもねええあの先週のね土曜日だにパソコンが壊れました <laughs> パソコンが壊れてしまったんですわええあのーま、金曜日ねクラスをしててさ僕はついている男だともう去年からラッキーマンだという話をして でクラスでおみくじを引いたらなんと大大吉でもうすごい大吉で「やっぱユうスケさん持ってるね」なんて皆さんにね言ってもらって「ええー、僕はもう今年もイケイケですよ」と「めちゃめちゃついてる男ですよ」なんてね話をしてでクラスが終わってズームを切ったらですねなんかパソコンが急に重くなって重くなるってわかるかな動かなくなってきてあれおかしいなと思って。 まあまあまあなんかねアップデートでもしてんのかなと思ってさあのその日はまクラスも終わったことだしあの土曜日はね朝早くからクラスがあるもんであのパソコンの電源を切ってねで,で土曜日の朝1回目のクラスやっていてなんかどうもねカメラの調子まで悪くなってきてであれれとおかしいなと思って。 1> で1回目のクラスが9時から11時までで,で1時間お休みがあって12時からあの本当にもう一番最初のゼロ初級っていうんだけどもう本当に初めましてからのクラスがスタートするってことでねパワーポイントを開けようとしたらですねなんとパソコンがつかなくなってしまってもう画面がもう何ていうのグレー黒でもないグレーになってしまって。 だからもうアイコンも何もないもんで、クリックもできないからさ、一回ね、電源ボタンを押して、でパソコンを再起動、なんていうのリセットリセットじゃないよね。スペイン語だと、レイニシアル。英語だとなんていうんだろうね。まあ再起動して。で、その、いろいろチャレンジしてみたんだけど、どうも直らなくてですね。で、まあその日はちょっとパニックだったんですけども、まあ、ニディアさんのパソコンがあったから、なんとかね、乗り越えて。 でその日にあのパソコンを直してくれる、ね、会社の人に持って行ったんだけどさ、まあ、その人もパソコン、ね、修理しなきゃいけないパソコンが多くて今日は何もできないっていうね言われてしまってで、まあ、日曜日昨日はもう1日壊れたパソコンですよ何もできなくてで今日の朝あの、ね、壊れたパソコン要はその フォルダーが開けられない状態とか画面がもう全部グレーになってしまったみたいな写真をそのパソコンを修理してくれる人にね送ったら「あもうこれもうソフトウェアがダメだね」ってあの再起動再起動じゃないやもうあの初期化だ初期化もうパソコンをもう全部データ消してゼロから始めなきゃダメだって言われてマジかーと思って。 で、今日の朝ね、もう頑張って、もうパソコンのできるだけ必要なデータは全部ハードディスクに入れて、で、あのパソコン初期化ね、もう全部ゼロからして、うん、データ消して、で、あのー、やっと、今、夕方5時なんだけども、お仕事ができる状態になってね、はい、今、ポッドキャストを撮っていますけども、まあ、結果から言ってね、よかったですわ。うん、ですわ。うん、よかったですわ。うん。あの <laughs> ごめんなさいあのこのパソコンね3年前にもう本当にこに悠悠日本語プロジェクトがスタートする時に買ってで、まあ、なかなかいいパソコンではあると思うんですよお値段も良かったもんでで3年間ずっと使い続けてきてもうねパソコンがいっぱいになってきちゃって本当にいろんなデータでいっぱいになってきちゃって。 僕自身こうパソコンをきれいにするのが好きなので結構ねいらないデータとかは消したりそのハードディスクに移したりしてたんだけどまあそれでもねやっぱ3年間使い続けるともうなんかパソコンのデータわけわかんなくなってきてしまってこの木にね初期化をした側からすごくねあのパソコン今サクサクです。前までその僕のそのパソコンの えっとソリッドディスクっていうの今ハードディスクって言わないんだよねソリッドディスクって言うんだよねあのソリッドディスクもう70%ぐらいもういっぱいになってたんだけど初期化して必要なデータまた戻したら今ね30%ぐらいしか使ってないんですよなのでねまあもう神様が「ゆうすけ2023年も頑張ってお仕事をするためには、A、もうデータを一回きれいにしてきれいなパソコンで 頑張った方がいいんじゃないって言ってくれたのかなと思ってねポジティブに捉えておりますけどもはいまあそんな形でね、えー、と新年またバタバタしてしまいましたけどももういよいよですよもうこれからはね頑張っていつも通り通常運転でポッドキャストを撮っていきたいなと思っておりますはいでですね今回のテーマは、えー「クリスマス何をやってたの?」シリーズってことで <laughs> なんかね僕続かないくせになんとかシリーズっていうの好きなんですよ <laughs>。よく分かっていらっしゃる。そうなんですよ続かないのになんとかシリーズ好きなんでえとクリスマス何やってたかシリーズということでねえ12月26日から29日までえサン・ミゲル・でアジェンデっていうところに旅行に行っていました。 うん、国内旅行メキシコ国内旅行ってやつなうんでもうすごい街並みも綺麗でね思うところもいっぱいあったので、まあ、皆さんにシェアしていきたいなと思いますでこの旅行2泊3日なんですけども2泊3日全部のお話をすると多分ポッドキャストが1時間以上になってしまうので、えー、まずはじめに1日目で次のポッドキャストで2日目のお話ができたらなと思っておりますはい ということでよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャストはいということでねまあ今回のサンミゲル旅行なんですけどもあのことの発端は難しい言葉ですねことの発端はどうして始まったかっていうとえー 僕の悠々日本語のオンライン日本語クラスの学生クラウディアさんって方なんですけどこのクラウディアさんがですねもう以前から是非是非私の町に遊びに来てくださいって誘ってくれていたんですよ。はいなんだけどもねまあ僕引きこもりなのでなかなか家に家から出るのがねこれもうこれ面倒くさいね億劫になっていてですね。であのー 誘ってもらったんだけどいや仕事がたくさんあるからとかいやーなんか連休ねこう続けて休みが取れないからなんてね言い訳をしてしまっていてなかなかねあのー、お誘いいをね受けることができずにいましたあの行きたかったんだよ行きたかったんだけどわかるかな行きたいんだけど行きたくないみたいなあのー、すごい行きたい気持ちはあるけど家から出るのはちょっと面倒くさいみたいな状態になっていてですね そんな中ね、クラウディアさんがあのすごくね積極的に誘ってくれて、ニディアさん、ユウスケさん、クリスマス休みなんでしょ、何日から何日まで空いてるのって聞いてくれて、もう本当ありがたい話ですよ、諦めないでこう誘ってくれてですね、もう行こうということで、ねニディアさんと僕、お話しして、26日から27日。 8日まで2泊3日で行きましょうかっていうことでねあのお誘いを受けましてあの行ってきましたサンミゲル・デ・アジェンで本当にねおしゃれな街おしゃれな街って聞くと何,何想像するあの東京とか銀座とか,かそんなんじゃなくてこう田舎のすごい綺麗なでも昔の街並みみたいなそんなような街だったんですけどもね であの今回の旅行、結構スペシャルポイントがいくつかありまして、ですね、えー、と久しぶりにねバスで移動しました。うんまあ、移動って言ってもグアダラハラからサンミゲルまでね、うんえー、とねバスで、ね、5時間半ぐらいのところにあるんですけどもね、ね、あのー、いつもだと車で旅行するんですよ、うち車あるからね。ただ、あのー、一つは 車を整備に出してなくて、整備に出すってわかるかなあのー、オイルのチェックとかさ、タイヤのチェックとかさ、あの、ね、エンジンのチェックとか、ああいうチェックをあんまりしてなくて、うん、ちょっとそのね、整備あんまりできてない車で、5時間、ね、メキシコの高速道路でね、なんかトラブルがあったら嫌だなっていうのが1点と、あとは、その、もうめんどくさいと運転するのが。 なあやっぱりね5時間運転するの疲れんだよ、うん、なので、まあ、今回は思い切ってバスで旅行しようということでねえっ、ー、とニディアさんと2人で、えー、朝7時にメキシコのねグ、まあ、アダラハラのバスターミナルに行ってでバスに乗って行ったんですけど、まあ、そのみんなバスって聞いてどんなイメージしますかねあのののねめめちゃめちゃゃなのよメキシコのバスって本当に 普通さ、こういう長距離移動、長いね、移動をするバスって、4列シートが多いじゃないですか。4列シートね。あの、右に左に。これ3列シートなんですよ。えっと、僕が、僕たちが乗ったのが右が1列、左が2列。で、バスの横幅もめちゃめちゃでかいんだ。広いんだ。だから、もうほんとゆったりで、で、バスの 横だけじゃなくて前後もすごいゆったりなの多分ねバスの座席が123しかないのかなほんと普通だったらね20とか30とかあんのかねわかんねえけどとにかくゆったりでもう飛行機のビジネスクラスぐらいのゆったり度ねリラックスできる感じでねメキシコのバスで旅行したんですけどもうん まあ皆さんね、もしいつか日本、日本じゃないや、あの、メキシコね、旅行してみたいという人は、バス旅行、本当におすすめです。うん。で、ニディアさんと、懐かしいね、このバスターミナルの感じ、なんて言ってね、あのバス待って、で、バスに乗って、席に座って、で、あのー、移動したわけなんですけども、もうね、大トラブルがあって、僕、バス酔いしちゃってさ、バス酔いってわかるかなあのー、気持ち悪くなるの、バス酔いっていうんだけどね。 船だったら船酔い車だったら車酔い、うん、いかんせんね僕基本的に車運転すする方なんですよだから誰かが運転する車に乗る機会がここ45年ほとんどなくてうんなのでね本当になんかもうバス乗ってて途中で気持ち悪くなってきちゃってで せっかくねこう周りにはねもうみんながイメージするメキシコの景色が広がってるわけよ。こうやっていって木の、ね、少ない山がぶわっと広がっていてサボテンがあってねこう茶色い大地に緑のサボテンみたいな。 そして青い空みたいな本当に綺麗な景色が広がってるにもかかわらずもううえーって気持ち悪うっていう状態でねバスに乗っていましてもうほんとダメだって思った時にあのサン・ミゲルに到着しましたうんでびっくりしたのが車で5時間なんだけど天気が全然違くてグアダラハラって正直あの僕らがサン・ミゲルに到着した午後1時ぐらい お昼時って半袖半ズボンで街を歩いてて歩いてても全然寒くないのよでももうサンミゲルはねもう風がめちゃめちゃ冷たくてもうほんとジャンパー着てないときっついみたいなほんとにそれぐらい寒いあの感じでびっくりしてねでさそのサン,サンミゲル行きのねバスにあの中国の 女の子を二人組が乗っていてさもうその女の子たちもうショートパンツにもうへそ出しルックでさあのメキシコのカウボーイみたいな帽子かぶって着てたわけよ。多分ねあの観光マップとかさあのサンミゲル・でアジェンデってネットで調べてすごいね そういうい女の子たちがそういう格好してねあの写真撮ってるのを見てそういう服を選んだと思うんだけどもうかわいそうでさすげえ寒そうな中ねあの街の方に向かって行きましたけどもあの子たちどうなったんかねちゃんと服変えたんかなねえいや本当にねいや皆さん旅行するってなった時に服装って本当大事よね。 できればさ、現地の人、そこに住んでる人にさ、どんぐらい寒いのかとか、服は何を持っていけばいいのかって聞かなきゃダメよね、ね、本当に皆さん、気をつけてください。僕らはね、クラディアさんが、めちゃめちゃ寒いから、できるだけあったかい格好で来てねっていうふうに言ってくれたおかげで、ジャンパーも持ってってね、本当、あったかい服装であの散策、街の散歩ができたんですけども。 ねはい、まあそんな形でねバスターミナルにサンミゲル着きましてであのー、ちょっと待っていたら早速クラウディアさんがねあの迎えに来てくれていやもうこの旅行ねもうほ本当すごいのが移動全部クラウディアさんの車なのよ本当普通ねバスで行ってそこから歩いたりタクシー乗ったりもうそんなのいらないめちゃめちゃビップ旅行で。 <laughs> 本当にクラウディアさんありがとうございます迎えに来てくれてねで急いで、ね、クラウディアさんの車に乗ってさでじゃあ今から中心街街の真ん中に行きましょうと <laughs>、ね、行って車でねよし出発ってなったんですけど、あのー、クラウディアさんが運転していてその隣にですねクラウディアさんの息子の、あのー、リッキーくんという男の子が座っていましてもう本当ね9歳ぐらいの男の子でちょっとこうポチャポチャっとしていて。 あのすっごい可愛い男の子でね、あのでまあ、黙ってね、静かに座っていたんですけどで、僕らがさ、クラーディアさんとお話をしていてね、いやーよく来てくれたね、ユうスケ、本当に嬉しいよ、いや,いや本当にありがとうございます、めっちゃ綺麗だね、街並み、なんて話をしていたら、リッキー君がね、急に、<laughs> ちょっといいですか、あの自己紹介したいんですけど、今、時間大丈夫ですかって めちゃめちゃ丁寧じゃないああもちろんもちろん自己紹介してって言ったら「あのー、僕の名前は、えー、リッキーですリッキーって呼んでくれたら嬉しいです、えー、好きな色は黒です、えー、今日は2人に会えてとっても嬉しいですよろしくお願いします」みたいなねあのー、もちろんスペイン語でだけど。 自己紹介をしててくれもうほんとリッキーくんのおかげでねあの今回のサン・ミゲルは本当にいろんなことが勉強できていろんなこと紹介してもらってね素敵なあの旅行になったんですけどもうんそうそんなねリッキーくんとクラディアさんとねまあサン・ミゲルの中心街に到着しましてでじゃあ今からちょっと歩き歩いてまず一発目のねレストランに行きましょうと言ってくれてね あの歩いてたんだけど本当にね街が綺麗なのよあの綺麗って聞くとなかなかみんなイメージしできないと思うんだけどヨーロッパの田舎町みたいなわかるかな多分グーグルで調べてみてヨーロッパ田舎町綺麗みたいなもうそこで出てくるようなあの <laughs> 街並み街の景色でねであの床は石畳って言ってあの石の床 なんですよコンクリートでもなくあの土でもなく石畳の床でで、あのー、基本的に建物は全部茶色ちょっと赤みがかった茶色赤っぽい茶色の色と確か白だったかな、うん、がベースになってるからもう街が全部その色だから本当に綺麗なのよでそれだけじゃなくてそのー ドアがですすねね全部木木ののドドアアななんだよねすごくない、うん、今木のドアってでも木のドアって言ってもあの普通のなんか安っぽい木のドアじゃなくておっきいさこう重たそうな木のドア。でこれなんでかっていうとこのサンミゲル・デ・アジェンデっていう町はプエブロ・マヒコ制度にね登録されている村なのよ。 ポエブロっていうのはスペイン語で村。村ね。マヒコっていうのは魔法。魔法の村制度っていう制度がメキシコにあってですね。で、あのそれは何かっていうと、こう昔ながらの町並みを残しましょうと。そのね、カウボーイ時代ですよ。あのね、馬でこう来てね。 ハイヨーシルバーみたいな人たちが来てですねあのやっていた頃の時代の町並みを残すとで古い家っていうのは新しい家よりも残すのが大変なんだよねもちろんこう直すのも大変だしでもそこに必要なあのお金っていうのは政府から出しますようん こう建物を建てたりすることはできませんよっていうのをこうポエブロ・マヒコ制度って言うんだけどこのポエブロ・マヒコ制度に登録されている村だから本当にね統一感があって綺麗もう全部一緒みたいなねうん綺麗な街並みで。で正直僕このメキシコ国内旅行いろんなとこに行ってもちろんこのポエブロ・マヒコいろんなポエブロ・マヒコに行ったことがあるんだけどその中でもね 一番おししゃれれだったかもしれないですねうんあのねお店に並んでるバッグとか服とかがすごいねいい値段まあ簡単に言うと高いうんでもすごいおしゃれな感じなんでかっていうとねどうもこのサンミゲル・デ・アジェンで旅行に来る人はあの外国の方それこそヨーロッパの方が多いらしくてですね うん、あそういう人たちに向けて作ってるんだろうなっていうねあの感じのお店が並んでいましてですねもう本当だからあのウィンドウショッピングするのを、ね、するだけでも面白いんじゃないかなって思いますうん、まあ、僕らはねウィンドウショッピングなんかせずに腹減ったとお腹空すいたと何を食べさせてくれんだと <laughs> いうことでねあのクラウディアさん一押し これイチオシっておすすめって意味ねクラウディアさんイチオシのレストランにね行ってきましたで1回目のレストランはもう本当にこう中心街のど真ん中にあるモルカヘーテのレストランに行きましたこのモルカヘーテっていうのは石鍋かな簡単に言うと石鍋もっと鍋よりもちっちゃいんだけどうんこれ何かっていうとあのモルカヘーテっていうのはあの昔 メキシコ人があのサルサソースを作るためにその必要なこう食器としてねあの石の,あの鍋を使っていたんですよ。な、ね、んでかっていうとこうトマトとかさチリとかさああいう野菜をねあの普通のお皿でこう潰したらお皿割れちゃうじゃんでも石の鍋に石のこう棒みたいなんで野菜を潰してこうソースを作っていたわけですよ。 でそのモルカヘーテを今度料理に使うっていうのもできて要はその石鍋だから石鍋をめちゃめちゃ熱くしてその中にサルサソースとステーキ肉とエビと野菜をバッと入れてでその石鍋の熱さでこう温めた料理がモルカヘーテっていうんだけどそれを食べさせてもらいました。もう 本当にね肉がジューシーでこのかかってるサルサソースっていうのがあのねすごいさっぱりしてんのよねであのー、メキシコっていろいろなサルサソースがあるんだけど僕らが食べたのは緑のサルサソースメキシコにはねちっちゃい緑のトマトがあるんですよでそれで作ったソースは本当にねあのー、お肉とコンビネーションがいいさっぱりしていてちょっと酸っぱくてうん でそこにいいろんんなものが入っているんだよねあの玉ねぎとかさ多分ニンニクとかも入ってんのかなそういうねあのトマトソースをドゥワッとかけてそれがこうグツグツグツッと煮えていてねでその上にチーズをボンと乗せてでチーズが溶けていてでその肉とそのソースが絡み合ったお肉と溶けているチーズを一緒にトルティージャっていう餃子の皮みたいなのに挟んで食べる。もうこれが美味しくてね いやもう本当にねもう限界まで食べちゃいました、うん、もう話してるだけでお腹空すくねどうだろうこの美味しさみんなに伝わったかなはいでまあそうやってねえと4人でお昼ご飯を食べてそっからはね晩ご飯を食べるためにひたすら散策です はい、これ散歩っていうとさ公園でおじいちゃんがさ健康のために歩くのを散歩っていうよねでも町を見て散歩することを散策っていうんだけどまあ本当にそのサンミゲルデ・アジェンデを散策しましたであのクラウディアさんとねリッキーくんも一緒に歩いてくれてでリッキーくんがここのアイスクリーム屋さんおいしいよとかねあのー、ここでね いつも友達と遊ぶんだよとかねクラウディアさんはここはあの親戚のお店なんだよとかここはおじいちゃんが生まれたところなんだよなんていう話を聞きながら本当にね2時間ぐらい歩いてであの写真もいっぱい撮ってで <laughs> 散策が終わって夕方頃にですねあのクラウディアさんのお店に行ってきましてねこれが普通の人ではできない旅行だよね。うん、このクラウディアさん この方ねそのサンミゲル・デ・アジェンデっていうこの観光地にいっぱいねお店を持っている人なんだよ。クラウディアさん一家があのお菓子屋さんとかクラウディアさんはあの宝石屋さんとかあの本当にいろんなねあのお店を持っていてでそのお店でちょっとお休みさせてもらってねなんかすごいじゃんローカルの人って感じじゃんそういうのって普通の観光客ではできないなと思って。うん でその後、えー、と工芸品横丁って言って、あのー、そのクラウディアさんのお店がちょっと高台要はその高いところにあるんだけどその高いところから低いところまでもう階段でずっと続いている小さな路地に右側と左側にほんとね2キロぐらい続いてんのかなあの全部お土産のちっちゃいお店みたいなのがあってでそこで、えー、いろんなものを見て、あのー、メキシコのサンダルとかさ、あのー なんだっけマグネットとかさあとはこう置物とかそういうものを見てで、えー、と最後夜ににタコスを食べに行きましたなんかね今回の旅行ですごく見てみたいものがあってそれがあの,クラウディアさんの日常を見てみたいと、うんあのー、やっぱりさこう観光ガイドで調べたら有名なレストランなんて出てくるんだけど、まあ、そんなものはいいと。 ね、その僕のクラスを受けているクラウディアさんが僕のクラスが終わったあとに行くタコス屋さんでいつも食べてるものを食べたいとそれが嬉しいじゃないですか,、うん、だかそういう日常が見たいなっていうことで頼んでねなんだっけなレストランの名前ブラジミックスブラジルブラジルミックスブラジミックスみたいなメキシコじゃないんかいとか思ったけど <laughs> でもいや普通にタコス屋さんで。 すっげえ肉盛り盛りのタコスをね食べましてで1日終わりですよじゃこれからホテル行きますってなってサンミゲルの中心街から車で20分ぐらいのい山道をさどんどん行ってね本当に山のふもとにあるすっごいおしゃれなコテージにね泊まらせてもらいましてこれもクラーディアさんの親戚関係の方がやってるコテージでもうねモダンな感じですよ 何、あのー、だろう北海道にあるおしゃれな、あのー、コテージを想像してください想像できるかな俺も想像よくできてないけど、うん、こう石で作った壁みたいな形のところにね、あのー、3つぐらいコテージがありましてでコテージの前には小さい池があってね うんそんなようなところで中はもうほんと天井が高くて洋館こうちょ昔のヨーロッパのこうホテルみたいな感じのねシャンデリアがあって下床は石でで木の大きいドアがあってみたいなねあの木のベッドがあってっていううんそんなところで泊まらせてもらいましたほんとにねあの次の日の朝ねあのー 僕韓国語のレッスンがあったんでその前にちょっと早く起きて散歩してたんだけどすっげえ寒かったんだけども本当に景色が良くてもうサン・ミゲルの街が一望できるちょっと小高い丘にありましてですねあの本当に素敵なね1日目を過ごすことができましたはいでまああのこのポッドキャストのスタートでも言ったんですけどこれ2日目もねもうこれ以上に盛りだくさんで本当にいろんなものを感じて勉強できた2日目も ありますのでこれは次回のポッドキャストということで楽しみに待ってくれていたらいいなと待ってくれたらいいなと思います <laughs> はいさあ最後にお知らせをさせてくださいえー、ゆうゆの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております一、えー、1週間に1度スクリプトがダウンロードできる1ヶ月20ドルのサポートと、えー、リクエストができる1ドルのサポートがありますえー、と YouTube チャンネルでもですねあのリクエストできるんですがあの パトレオンの方は〜何々さんの提供でお送りしますというメッセージも込めて、えー、ポッドキャストを取ることができますので皆さんもし興味があればよろしくお願いしますはいそしてさっきもちょろっとお話ししたんですが YouTube チャンネルもありますこちらの方はねあのスクリプトを見ながらあのー、ポッドキャストを聞くことができますのであのスポーティファイでよくわからないなっていう方は こっちを見てくれたらもっと分かりやすくあのポッドキャスト聞けるんじゃないかなと思いますはいということで引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいそれじゃあまたねバイバイ